はお互いの息がぴったりか測るためのお題を出題させていただきます。見事息がぴったり合えば君に近づくチャレンジ成功ということで、判定役は井上さんに務めていただきますので、よろしくお願いいたします。田辺さんが思う自身のチャームポイントは何？田辺さんが思う自身のチャームポイント、オープン。じゃん、はい、田辺さんがなんと、すごい、お見事です。すごい、なんか2人が一番びっくり、あ、まあ、予想してました、俺もびっくりした。分かってました、答え。なんてました、僕、未来予知できるんです。うわ、待って待って、滑った、マジで滑っためっちゃ滑った。はい、茶色の目ということで、やっぱりこれ人からも目茶色いねってよく言われます。そうですね、うんうん、結構一番言われるんじゃないかっていうぐらい、カラコン入れてますかっていうのをすごく言っていただくんですけど、それがすごく嬉しくて、チャームポイントとして挙げさせていただきました。いや、なんかもう初めて会った時に目があれ茶色だと思って、ハーフじゃないですよね。はい、違います。あ、違いますか。すごいなんか目が茶色だったので、それが第一印象だったので、はい、え、目が茶色なんですね。いや、目が茶色だけど、なんて言えばいいんだろう。目が茶色ですね。あ、はい、そうなんですよ。第2問は、宮瀬さんが最近ハマっていることとはという問題となります。オープン。はい、では、宮瀬さん、まずは教えてください。シーブリーズをつけてランニングですね。ほうほう、ランニング、これこのために用意した違いますよ。これ用意したでしょ。違いますよ、違います、はい、ちゃんと本当につけてるんです。なんかマネージャーさんに、リュビちゃん、ランニングした方がいいねって言われてランニングをしてるんですよ、朝。朝ランニングした時にこうやっぱなんかプッシュのシーブリーズあるじゃないですか。プッシュするシーブリーズ、プッシュというかシュッシュシュッシュのシーブリーズがあるじゃないですか。そのシーブリーズをこうつけて毎朝気合い入れて爽やかにランニングしてます。じゃあなんかこう走ってるところで皇居とかでファッとすれ違う人がいい香りがしたら宮瀬くんかもしれないってこと？あ、そうです、はあ、あ、自分で言っちゃうのはちょっとあれですかね。違うかもしれないですはい、ミニダンス。ミニダンス声がちっちゃくなっちゃった撮影、はいはいはい、ミュージックビデオの撮影の時に、なんかこう遠くにいた宮瀬くんがこうなんかこう踊ってちっちゃく踊ってたんですよ。はっつ、え、待って、踊ってたっけ。これそれなんだろうと思ってこう、はい、ふって思うじゃないですか。そしたらなんか TikTok のダンスを踊っていたらしくて、なんかまあその1回しか踊ってるのを見たことないんですけど、まあハマってることですか。はい、なんかあ、今現代ならではの、その、はいはいはい、TikTok の現代ならでは、残念ということで今回は残念となりました。近づく恋ダンスチャレンジ。さあ、ということでこれは近づく恋のなんとミュージックビデオにお二人ダンス出演されてるんですよね。はい、はい、ということで今回どんなものになってるのかも気になるんですが、この場でそのダンスを披露していただきまして、井上さんに判定をしていただきます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。近づく私の隣に行くと君が触れちゃい、そうだなんて、だって気にしないでいたいんだ。ねえ、誰か教えて。判定をお願いいたしましょう。井上さん、お二人の君近チャレンジいかがだったでしょうか。二人ともすごく良かったです。成功か、あ、成功成功出ました、ありがとうございます。あ、どちらが、そういうことか。そうです、もう大成功、大成功、ありがとうございます、はい、大成功いただきました。